はい、どうもゲーム仮面です。やっぱり海外の YouTuber やることがやばいね。見てよこれ、悪魔の実がめちゃめちゃたくさんあるよこれ。え、めちゃめちゃありすぎじゃない？フェニックスもめっちゃ出てるよ。フェニックスなかなか出ないよ。うわすげえ。あ、え、ドラゴン、嘘、え、ドラゴン2つ、おい欲しいんだけど。え、ちょっと俺このマップ行きたいわ。なんか黄色、キロキロの実がなんかすごい咲くみたいになってるけど、すごい量だね。え、すごい。え、ちょっとどれも欲しいわ。え、大仏とかもめっちゃいっぱいあんじゃん。え、どういうことこれ。え、そろそろじゃん。珍しい実ばっかりじゃん。おー、なんか書いてるよこれ。え、なんて書いてこれ。 SLB なんとかなんとかって書いてたね。すげえ、文字書けるぐらいこんな悪魔の実集められるなんて天才か。うわ、またそろそろ出てんの。糸糸の実だってめちゃめちゃたくさんある。え、もちもちの実も出てるやん。いやいや、いっぱいありすぎ。てかキロキロの実がさ咲くみたいになってるのすごすぎだろ。どうやってこんな集めんの。ちょっと俺やり方がわかんないんだけど。プライベートサーバーを使って置きまくってんのかな。いや、にしてもすごくない？ちょっとなんか裏技使ってるよねこの量は、さすがに。すごい、なんて書いてんだろう。あ、なにこれ。え、うわ、あ、すごい、すごかったね。変な咳が出た。え、もちもちの実、うわー、え、3週間後だって。あ、めちゃめちゃ時間かけてこうやって置いてってんだ。ベノム出とるやん。またベノム出てる。そんなことある？そんな、レオパ、レオパじゃねえ、ドラゴン、ドラゴンとかさ、ポータル、え、めちゃめちゃいいのいっぱい出てるやん。またドラゴン出てるよ。いや、出すぎだろおい。え、出すぎだって。みんな信じられますかこれ。ちょっと、え、プライベートサーバー使ってもさ、こんなに悪魔の実いいやつばっかり集めること難しいと思うんですけど。いや、しかもめちゃめちゃお金かかるしねこれね。うーわ、また出たの、羨ましいな。まあ俺もね、ドラゴンとかレオパとかは永久買っちゃったけど。え、すげえ、室内に置きすぎだって。おい、室内に置きすぎだよ。またなんか出たの、何今度は。あ、何、レオパじゃん本当に。オーマイガーって言ってる、すげえな。え、だけどこれ大変だね、こんな室内に集めまくるっていうのね。裏技かなんか使ってないこれ。うわすげえ。みんなはね、どの悪魔の実が欲しいかね、コメント欄で教えてください。以上ゲーム仮面でした。